クーちゃん。クーちゃんね、それからね、はい、治療するときにさ、こう持つじゃないですか、はい、私がやってもね、私に2回飛ばれた飛んでっちゃうんですよ。クーちゃん、飛んでっちゃうの、うん、で飛んじゃうとしんどいじゃないですか、うん、自分がね、自分がしんどくから疲れて、うん、なるんですよ。もし大丈夫だったらね、羽切らさせてもらった方がいいんですけどね。あ、いいですよ。いいです。はい、そうしましょう。その方が治療もしやすいし、うん、自分は偉いとこまで飛んでっちゃったら大変だよね。必死になっちゃうからさ、うん、飛んじゃったら、うん、だからあの跳ね切ってもなんていうの、こういう感じで上には上がっていかなくて、こういうパタ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 って感じですね。そういう感じ、ね、で、うん、で帰ってからもさ、薬も飲まなあかんからさ、その方が治療しやすいから。そう、ね、そう、お家ではこの子が一番おとなしいんだけど、うん、だから多分そういうのがあるからですよ。あ、そうか、肝臓病とか腎臓病とかそういう、だからおとなしいんじゃないかな、うん、かもしれない、うん。だ飛んでも普通の子ほど遊べないもん、うん、飛んでっちゃうけどすぐ捕まるんだけど、変なとこに行っちゃう、すぐもうしんどいからすぐどっかで止まっちゃうんですよ、うんうんうん、だからで、そうするとすごい必死になっちゃうからさ、うん、必死だよね。そう本人はね。そう、うん、切っていいなら私今から切ります、はいはい、ここでもうここで切りますよ。はい、くーちゃん逃げなくていいんだよね、逃げなくて大丈夫。怖くないからね。よいしょっと。はい、失礼で。ごめんね。よかった。じゃあこうやって優しくさせてください。はい。そうなっちゃうんだね。なっちゃうんだね。ごめんね。最初こっちから行こうか。はい、ごめんね。端っこ持って2本、2枚持ってください。はい、そうそう、2枚。で、その後広げて。あ、ごめんなさい。すいません。2枚持ってね。はい、じゃあちょっと広げとって。ごめんね。大丈夫だよ。閉じると普通のはずだね。はい、はい、でこっちも。なんかさ、3枚にしとこうか。うん、はい、この3枚。はい、で、ちゃんとやろうか。そうか、切った跡はあるんだね、この子。はい。オッケー。はいはいはい、こうするとハンドリングもしやすくなって治療もしやすくなるね、うん、ね、こんな感じ。よかった。はいはい、はい、ごめんね。はい、はい、じゃあもうちょっとタイマーちょうだい。5分、はい、じゃあ5分ぐらいね。はい、はい、なんかしんどそうにしてたら声かけてくださいね。わかりました。はい、じゃあ試してみます。はい、じゃあ